次に岡本光成君。こんにちは。岡本君。公明党の岡本光成です。質問の機会いただきましてありがとうございます。本日議案の投資協定2本、社会保障協定2本質問させていただきます。国際ビジネスのフロントランナーとして日本ここまで成長してきたわけですから、投資協定の本数を増やしてですね、企業の裾野を拡大することは非常に重要だと思いますし、またその中で、さまざまな日本人の方がいろんな国で働いていらっしゃるわけですから、その方々の利益をしっかり確保していく社会保障協定も重要だと思います。まずこの投資協定につきまして全体像を確認をさせていただきたいんですが、昨年の6月2日に閣議決定をされている日本最高戦略2016第4次産業革命に向けてというものがございまして、この中で2020年までにこの投資協定につきまして100カ国100の国と地域を対象に署名発行を目指すというふうに書いてあります。私これが99だから失敗で100だから大成功なんていうそんな話ではないと思いますけれども、政府が数字を示して目標を立てている以上はしっかりとそれにコミットする必要責任があると思うんですけれども、あともう3年ぐらいになってしまいましたが、現在交渉中のものも含めましてまだ82だというふうに理解していますが、2020年までの100カ国との提携、協定の、署名というものは実現可能かどうかということについて現状をお聞かせいただければと思います。薗浦外務副大臣。先生ご指摘のとおり、ただいま交渉中も含めますと計82の国地域とのですね、投資関連協定というものがございますけれども、目標達成に向けて現在交渉官を増員をいたしました。また投資政策室という室を設置いたしまして体制を拡充し締結交渉の加速をしております。例えば今年に入ってからはコートジボワール、そしてバーレンとの投資協定交渉を開始いたしました。また先月岸田大臣が中央アジアを訪問した際にはトルクメニスタンの投資協定交渉の開始について合意をいたしました。さらに今3カ国と投資協定の交渉開始に向けて予備協議を実施中でございますので、いずれにしても目標達成に向けてさらに交渉の加速化に取り組んでまいりたいと考えております。以上。岡本君。閣議決定されたその中に数字が盛り込まれているわけですから、ここにしっかりとコミットをした活動をお願いできればと思います。続きましてキューバとの投資協定について質問させてください。オバマ大統領がアメリカとキューバの国交を回復をされた後、世界中の企業からキューバに対して熱い視線が注がれております。我が国はですね、実は1970年代はキューバから見て西側諸国で最大の貿易相手国が日本でした。そういう歴史的な経緯もありますので、アメリカとキューバの関係が厳しい状況の時も日本とキューバというのは非常にいい関係を保つことができたわけですけれども、新たにキューバとのビジネスを拡大していけるということで、産業界からはキューバとの投資協定非常に強い要望が寄せられているわけですけれども、現在キューバとの交渉をどのように進められているのかということについてご答弁をいただければと思います。小田原大臣政務官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、我が方産業界の要望も踏まえまして、キューバ側との間で投資協定に関する意見交換を行うことについて調整しています。キューバ側は新たな投資協定のモデルを作成中であって、その作業が終了しない限り交渉の準備が整わないという立場であります。他方で昨年11月の第2回日キューバ官民合同会議において、マルミエルカ外国貿易外国投資大臣は、投資協定の交渉を2017年に遅れることなく開始するべきと発言をされています。今年8月にも改めてその立場を確認したところであります。我が方としては、条件が整い次第、速やかに交渉を開始したいと考えています。以上。河野君。これは日本のお家芸ともいえる自動車産業をはじめといたしまして大変大きな期待がありますので、ぜひ着実にスピーディーに進めていただければと思います。続きまして社会保障協定について質問させていただきたいと思いますけれども、いわゆる二重負担や掛け捨てみたいなことが起こらないようにして、
企業の競争力も維持をしながら、まあ、個人の利益もしっかりと確保するという協定だと理解してますけれども、現在までに我が国として、20カ国と締結または署名してますけれども、日本の企業数、特に海外展開をしている海外におけるその企業数を数えたときにですね、最大の企業数というのは実は中国に進出をしておりまして、日本海外展開のうち 47% が中国の中で法人として活動しております。にもかかわらずですね、まだ残念ながら日本と中国社会保障協定が結ばれておりません。中国はですね、諸外国と比べますとその保険料の労率も高いですし、実際その社会保障協定の枠の中で利益を受給するには15年間必要ということで大変高いハードルとなっています。昨年のですね、日本貿易会の統計によりますと、試算によりますと、昨年1年間、日本の企業が中国の中で払いました社会保険料、ほとんど掛け捨てになる可能性高いわけですが、年間490億円だそうです。大変な金額がですね、価値のないような投資として中国の中に収められてしまっているわけですけれども、このことを解消しようということで、政府も交渉2011年10月に開始をされてまして、今年の4月までに7回会合が持たれたというふうに伺ってますけれども、他の社会保障の協定と比べまして、まあ、大変時間もかかっておりますし、ゴールも見えていないという状況だと伺っております。実は中国ですね、こういう社会保障協定に後ろめかというと決してそういうことはなくて、例えば日本と同じような産業構造を持ってますドイツとはすでに社会保障協定を結んでます。韓国や北欧の国々、カナダとも結んでいるわけですけれども、まあ、なぜ日本がこういうふうに交渉で、まあ、スローな状況になってしまっているか、まあ、いろんな外交の問題あることもよく分かってますけれども、まあ、そのことも含めまして、今後の見通し、どれぐらいをターゲットにこの社会保障協定を結ぶことができるかということも見通しをお伺いできればと思います。小田原政務官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、社会保障協定の締結により社会保障の二重払いなどの問題を解決し、個人及び企業の負担を軽減することで、両国間の人的交流及び経済交流を促進させるべく、中国とは平成23年の10月以降7回の政府間交渉を行っております。直近では今年の4月中旬に北京において第7回の政府間交渉を開催をいたしました。その思い通りに進んでいないように見える理由ということでありますが、中国とは平成23年の10月から平成24年3月までの半年間に3回の交渉を行っておりますが、その後平成27年11月まで、いろんな事情によりまして3年以上にわたり交渉が行われなかったという経緯がございます。一般的に他国との社会保障協定の締結にあたっては、それぞれの国の固有の社会保障制度の違いを踏まえつつ、お互いの制度について理解した上で交渉調整を行っていく必要があります。きめ細やかな対応が必要なわけで、締結までには一定の期間を要し、またその長短は相手国によるところもあり、どの程度の期間を要するかを一概に述べることは困難であります。まず第8回の政府間の交渉の日程につきましても、具体的な日程については外交ルートを通じて調整していくこととなっております。岡本君。昨日報道で自民党の二階幹事長が習近平国家主席と面談をされ、さまざまな改善の関係の改善を共に取り組んでいこうということを話ができたというふうな報道がありました。国と国はですね、その時々でさまざまな問題でうまく関係がいかないことも将来もあると思うんです。であるがゆえに、民間の関係が強ければ強いほど国の関係がしっくりといかない時でも将来に向けた話し合いができるような環境が整うわけですから、社会保障協定というのはより日本の企業が、そして中国の企業が
それぞれの国でお互いの国で活動しやすくなるための地盤を整えることですので、まあ、何にも増して優先順位を高くお取り組みをいただければと思います。残りの時間ですね、ちょっとこの4協定4本とはちょっと違う安全保障のことを防衛省の方にお伺いをしたいと思います。14日に北朝鮮が新型ミサイルの試験を行いました。とんでもないことで到底容認できませんし、昨日は国連安保理でも非難の声明が発表されております。これミサイルの実験等も関しても、まあ、毎日テレビでも報道されているので、国民の方々も非常に心配されているわけです。で、一般的な国民の方はどういうふうに思っているかというと、もう私も同じように一般的な国民の感覚で思っているんですが、ミサイルは絶対に撃たせないでほしいというのが、まあ、最大の期待なんだと思うんですね。で、その上で万が一日本に向かってミサイルを撃ってくるようなことがあったら、すべて空中で迎撃をして日本の国土に一発も着弾することがないようにしてほしいというのが一般的な日本の国民の方々の政府に対する期待だと思います。で、前者のミサイルを撃たせないでほしいということに関しましては、今圧力と対話でアメリカ、中国、韓国、その他いろんな国々とやっておりますので、私の中ではやれることはすべて日本政府は取り組んでもらっているというふうに、まあ、理解をしてますし、そう期待したいと思います。で、その上で万が一国際社会や日本、そして他国との その北朝鮮に対するプレッシャーに北朝鮮がしっかりと取り組まず、日本に向けてミサイルのボタンを押してしまったときにしっかりと迎撃できる体制ができているかどうかということについて聞きたいんですね。で、今考えうるさまざまなミサイル防衛システムということを考えたときに、万が一ミサイルが飛んできたら日本は完全に空中で迎撃できるようなミサイルの迎撃のシステムになっているんでしょうか、教えてください。防衛省斉藤大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。お答え申し上げます。我が国の弾道ミサイルシステムにつきましてご質問がございました。我が国の弾道ミサイルシステムといたしまして、海上自衛隊の SM-3 ミサイル搭載のイージス艦4隻による上層での迎撃と、航空自衛隊の PAC-3 ミサイルによる下層での迎撃を組み合わせた多層防衛によって、我が国全域を防護するシステムになっております。また仕組みでございますけれども、我が国に武力攻撃として弾道ミサイルが飛来した場合には、武力攻撃自体における防衛出動により対処いたしますし、他方武力攻撃自体が認定されていないときには、我が国に弾道ミサイルが飛来する場合には防衛大臣は自衛隊法第82条の3の規定により破壊措置命令を発出して対処することになります。まあ、いずれにいたしましても、こうしたもの、我が国自身の弾道ミサイル防衛システムの整備とともに、日米安保体制による抑止力対処力の向上を進めることによりまして、適切に対応することといたしております。岡本君。環境は変わってきているわけです。14日のミサイルのその性能というのは残念ながら著しく向上していて、加えてですね、かなり射程も射高も今までの2倍ぐらいのものだというふうに分析をされております。まあ、環境が変わればこちら側の守る体制も向上させていかなければいけないんですけれども、次の質問はですね、まあ、今の北朝鮮のミサイルの精度の向上、残念ながらしているわけですけれども、それを考えたときに、今持っている日本のミサイル迎撃のそのシステムで十分なのかどうかということを確認をさせていただきたいんですね。例えば今イージス艦で SM-3 で一番高いところで撃ち落とすか、または残念ながらそこで迎撃できなかったときには地上に近づいてきて PAC-3 で撃ち落とすことになってますけれども、まあ、この間のテストみたいにロフトにとってあんな高いところを行ってしまったら迎撃がすごく難しくなってくるわけですから、今米国と共同開発しているような SM-3 を進化させたようなもので射高を2倍にしていくとか、または韓国が配備をしておりますサードのようなもので、この中間の高さでも迎撃が、要は万が一どんなミサイルでも飛んできたら必ずいろんな
手段を講じて日本に着弾しないようなそういう体制に常に向上させていけてるかどうかということを確認したいんですね。それでこういうミサイルの迎撃システムを作るときはまず中規模に乗せて、そしてその中規模の体制をしっかりと、まあ、実現するために毎年の予算を取っていくわけですけれども、現状の中規模は平成30年まで、次は31年から5年間ということですので、それに合わせようと思ったら北朝鮮側のミサイルの開発のスピードと齟齬が出てしまいます。ですから、まあ、こういう現在の脅威を考えたときには中規模のプランにとらわれず、以前は中規模5年を1年4年間にして前倒しで新しい中規模を実現さ考えて実行されたこともありますし、または平成31年以降の中規模に本当は掲げるものを今の中規模の中で1年前倒して予算を取って平成30年ぐらいから準備するようなこともテクニカルにはできるはずです。今北朝鮮の脅威がさらに大きな脅威となっているときに、今の迎撃システムにさらにプラスアルファをすることによって、今の中規模の中では歌ってないけれども次の中規模ではぜひ歌いたいと思っているようなことで、より日本人の安心安全を確保できるようなそういうものがあれば、中規模や単年度予算にとらわれずしっかりと検討していただき配備を進めていただきたいというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。防衛省高橋整備計画局長。お答えいたします。先ほどの委員ご指摘なされました体制でございますけれど、防衛省としては我が国全域を防護する能力を強化するという観点から、イージス・アショアやサードといった新規装備品を含めた将来の弾道ミサイル迎撃体制の調査研究を行うなど種の検取り組みを行っているところでございます。現時点でこれらの装備品を導入する具体的な計画はまだございませんが、これまでも弾道ミサイル防衛を含め我が国の防衛に必要不可欠な装備品については費用対効果の観点も踏まえつつ必要な経費を確保しているところでございます。またご指摘の中規模について見直しを直ちに行う考えは現在ございませんが、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、我が国の防衛力のあり方については不断に検討を行っていくことが必要であるというふうに考えてございます。いずれにせよ我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増している状況でございますので、防衛省といたしましては国民の命と平和な暮らしを守り抜くため対抗備中規模に基づき即応体制、同時対処能力の向上、継続的に対処できる能力を強化するため弾道ミサイル対処能力の向上にさらに取り組んでまいる所存でございます。以上でございます。岡本君。ミサイルの迎撃システムを能力を向上するというのは、専守防衛そのものでありますので、憲法の趣旨にも沿いますし国民の方々の安心感を増していくようなこともあります。2年前に安全保障法制を議論するときに、まあ、ある政党の党首の方が北朝鮮は日本にとってリアルな脅威ではないと発言をされて笑ってしまいましたけれども、現在2年経った今、北朝鮮こそがリアルな脅威として日本に勢いを増して脅威を押し寄せてきてますので、国民の方が安心できるような体制を取っていただければと思います。以上で質問を終わらせていただきます。